皆さんこんにちは、エムズダンスアカデミーの舘真也です。今回はルンバウォークの足の出し方について説明したいと思います。まずはじめに、フォワードウォークからやりたいと思います。足を出すとき、まずは、太もも、膝、足首、ここを揃えてきて前進してあげましょう。後ろの膝を曲げてきて、太もも、膝、足首と揃ってそのまま通過して前にウォークしていきます。後ろの膝はしっかり曲げてきて前まで出てきます。そこから膝下が伸びてヒールまで床につけてあげましょう。後ろの膝曲げてくる、膝下が伸びて前に。でこの時、背骨もしっかり前に移動しながら、背骨が前に移動しながら足も出していきましょう。足だけ前に出ないですね。背骨が止まって、足だけじゃなくて背骨も移動しながら前に出てきてあげると良いと思います。今度バックワードウォークです。注意したいところは、上半身からこう倒れていかないです。後退するときは足が後ろに抜けてきて、足が後ろに抜けて体重移動になってくるようにすると良いと思います。足が後ろ出る前にもう上半身から行ってしまって、体重移動とステップと一緒になってしまうとうまくいかなくなってくるので、まずは足を抜いてきて、それから体重移動、足を抜いてきて体重移動というふうにやってあげると良いと思います。続いてサイドウォークですが、サイドウォークの場合も足を先に抜いてくるといいと思います。足を抜いて体重移動、ここも上半身先に行ってしまってステップと体重移動と一緒になってしまうとバランスちょっと崩れてしまうので、軸足の上で体重を下ろして足を抜いて、それから移動したり、反対も軸足の上で体重を下ろして足を抜いて移動していく。はい、この場合も同じように後ろの膝を曲げて、太もも揃えて、膝も揃って、それから足が出てくると、はい、綺麗になってくると思いますので。あとそれからスイブルしてウォークする場合、左足でスイブルして、左足前進でウォークしたいと思います。で左足からこう足を出してしまうとこれもうまくいかないので、まずは右足、軸足の上で回転して、それから足が出てくる、軸足の上で回転して足が出てくるように、軸足回転しないまま足を出さないようにですね、回転しないまま足からいかないように、軸足が回転、それから足が前に、軸足回転するときにまた太もも、膝、足首で最後に前に、太もも、膝、足首揃って前にと、こういう状態でスイブルしてウォークのところもできるといいと思いますので、まず軸足回転ですね。で足もなるべく足の間が開かないようにしっかり閉じてあげて、でまた最後膝下が伸びてきた、足揃えて、で膝下伸びてきたというふうな感じで、ウォークしてあげると綺麗になってくると思います。ぜひ皆さんもやってみてください。